はいはい、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ、先ほどというか、まあ前回の動画で、あのあれですよ、新作のねトミカをねちょっとねバーッと喋ったんですが、編集とかいろいろしてる間にねトミカ追加されちゃったんでちょっとそこだけあのプチ動画させていただきますはい、ということで早速ちょっと新作の情報いきましょう。いや、まさかねそんなタイミング追加されてちょっと思ってなかったんで、いやびっくりなんですけどね。ではではちょっといきますが、まずちょっと7月ですね、はい、今月のね新作もちょっとイオンのトミカが新作ねこれ追加されておりまして、さっきねなかったのになんだこれって一瞬思っちゃったんですけどもね。はい、あ、はい、こちらですね。はい、なかなかまたかっこいい、そしてアルファード登場です。イオンのねナンバー57番のトヨタアルファードグアム警察仕様、こちらが登場します。はい、こちらは30の前期のアルファードになりますね。前期のアルファードなんですけども、まあグアム警察仕様ということでね、なかなかねまたイオンさんねいいね、いいの出してくれるわ。うんまあこのね素敵な車両が出てくるとね、まあ警察系はもうほんとイオンさん得意ですよね。ほんとこれもすごい気になりますね。ちなみにあの発売日はあの第4週になってるんで、まあ購入で検討される方はあのね皆さんね発売日の方ねお気をつけください。いや、まさかの追加ですよ、びっくりしたね。で、7月だから多分これ警察と合わせたんでしょうね。で、7月だけじゃなくて8月がね結構いっぱいなんか増えてて、まあ8月あんまりちょっと増えてなかったんですけどね、さーっと行った時にはなかったんですが、はい、こちらですね、下行きましょう。はい、あの販売店オリジナルのトミカがね、あるわと思ってじゃあちょっと左から行きますか。はい、こちら、アピタピアゴオリジナルの世界国旗トミカフェアレディ Z のねアメリカ国旗 USA タイプということで、アメリカ国旗だけじゃないんですよ、これね、ルーフの部分からボンネットにかけて USA とね書かれてて、なんかねもうすごいもう正直面白いデザインですよね。このドアのところにね、ほらもう星のマークに Z ってもうシンプルすぎて、ちょっと面白いね感じのデザインにはなってるのかなと思いますが、またね面白いデザインでアピタピアゴさん出してくれます、 USA ね。で、そのお隣伊藤洋華堂さんも、これ僕ねいいですよ、こういうの好みです、ダイハツミゼットですね。で、このカラーはまあなんかちょっと見たことあるようなね色なんですけども、この荷台のところですね、ここのねホロの部分かな、ここに伊藤洋華堂の、まあ、ロゴマークがね入ってるとね、またまたね、いやーもう狙ってますよこれはね、いろいろとなんか久しぶりに、まあ一応トリコロールなのかな、赤と青と白なんでトリコロールだとは思うんですけども、ちょっとトリコロール感のあまりない車両がね、まあ、伊藤洋華堂さんから出してくるといった感じですね。いいね、ミゼットね、この荷台も素敵だ、もう要注目ですよ。で、さらに下行きまして、はい、こちらトミカショップの、はい、こちらねトヨタコースターのトミカ幼稚園バス、またまたこれもね素敵な可愛らしいバスが登場ですね。もうトミカ幼稚園なんてあったらもうどえらいことになりますよね、ほんとね。ね、実際にトミカ幼稚園だったらこんなバスで迎えに来てくれるのかな、めっちゃ可愛いですよね。まあなかなかこれもね素敵なねバスが登場しますね。ちなみにあの発売日はね8月の第1週ですね、土曜日、7日の土曜日となってますんで、皆さんね要注目です。さっきの2つの発売日ちょっとみんな忘れてたけど、あ、伊東洋華堂も7日で、あとアピタピアゴが2週目ですね、14日の土曜日になってるんで、皆さんお気をつけくださいね。僕はちょっとあの両方こう予約忘れないようにね気をつけたいと思います。で、あとはもう一個がありまして、これも多分さっき見た時なかったんですよね、タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムホンタインテグラタイプ R ですね。発売日から先に言っておくと8月28日の土曜日なんで、まあ、最後の4週目かな、4週目の土曜日にモールオリジナルのねインテグラが登場します。またねこれもね、うん、このベストじゃない、ベストというか、あ、内装赤色だこれ、いいいいですね、いいですね、このプレミアム。今ちょっと何言おうとしたかちょっと忘れちゃったんですけども、まあ本当に素晴らしい車両がね、モールオリジナルでね、登場します。ギミックはサスペンションと左右のドアの開閉ですね。まあ、プレミアムぐらいになってきたのかな、最近ね、もうドアの開閉とかって、ね、普通のトミカにもつけてほしいところなんですが、まあこんな感じでね、インテグラが登場します。まあといった感じで、ザザッとでございましたけども、まあちょっとあのトミカのね追加が、まあ、1台2台やったらね、まあそのままほっといたんですけども、まあ、ほっとくのもあれなんですけど、あの結構ババッといっぱい出てきたんで、ちょっとね今回ね簡単にねちょっと動画で喋らせていただきました。まあとりあえず7月に1回戻りまして、今月はイオンの、アルファードが
ちらがねちょっと追加ということになりますので、もうほんと気になる方はねこれのね発売もね要チェックしておいてください。まあということで、はい、今回ねささっと行きましたけどもね、この辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしてますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね限定のね動画も配信してるので、まあぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。